今日は朝着きました。香港エクスプレスでこの時間だとまだ5時なんで始発がありません。今日は家に帰ります。娘たちの父親になります。綺麗な朝日だなこれ。綺麗だな。日本に帰ってきました。これ自分ですね。髪が短くなってるんですけど、すごい髪の色も黄色で、メガネ、イケメンに作ってくれたみたいです。あと10日でロシアです。はい、今日の一本です。スワロフクスキーですね。まあこちらにスワロがついてます。はい、こちら売れたメガネです。日本に持って帰ってきました。これからロシアの荷造りします。個人装備リスト、バックパック、下着、サンダル、テーマス、30キロに抑える、25キロに抑えると